指導の八木正俊だ。我が夢見ヶ丘学園の伝統を汚すことのないように諸君を指導するのがわしの役目だ。学則を守らん者に対しては徹底的に指導するつもりなので覚悟しておくように。保健医の井上留美です。保健室にいるから怪我でも恋の悩みでも何でも相談に来てね。何が見えないのかしら？一人で覗きなんて随分度胸があるじゃない。そういうお年頃なのはわかるけど、ちょっと大胆すぎたわね。もっとこっそりやってくれれば見逃してあげたのに。何それ、何の関係もないじゃない。
ったんだって。悪いな、うっかりしてて何も用意してねえんだよ。起きてください。そうはいきません。謁見の時間です。寝ぼけてらっしゃるのですか。司令官は時間に厳しいお方ですよ。お前か。今日から配属になった私の参謀というのは。どうした、何を驚いたような顔をしている。私が女だから驚いているのか、それとも想像以上に若いからか。ふっ、素直だな。私のことは何も聞いていなかったのか。隠すことはない。親の七光でこの地位についた無能な小娘と聞いていたと正直に言ったらどうだ。まあいい。知っての通り反乱軍との長期にわたる戦乱で我が軍は優秀な軍人を欲している。活躍に期待している。今後は私の良き参謀としてその能力を余すことなく発揮してくれたまえ。クラブに可愛い子がいるって情報が入ったんだよ。ここにいるってことはお前もここに入るのか。なんだよ、友達がいのないやつだな。
すんの？そう、入るんだ。じゃあ私もサボらずにちょっとは真面目に顔出そうかな。部活は毎日やっているからいつ顔を出すかは自由だ。ただ月に6回は来ないと自動的に退部になるからな。司令官殿が至急お呼びです。直ちに艦橋へお越しください。存じませんが、とにかく至急お呼びするようにとのご命令です。休んでいたようだな。すまないと思ったが、昨日の敵艦隊との戦闘のことで話があってな。そう思うか。だが、私には満足のいく結果ではなかった。なぜあれほどの被害を出したのか、調べていたのだ。損失は駆逐艦1465隻、巡航艦830、戦艦372、空母1、他に684隻だ。そして1万3000人余りの将兵だ。原因は通信コードの不徹底だ。通信責任者である大佐を処罰するつもりだが、権利を剥奪し本国に送還する。当たり前だ。戦時下での命令系統の混乱は致命傷になる。今後のためにも厳重な処分が必要だ。私の評価など今は問題ではないだろう。お前はこの処罰には反対なのだな。よくわかった。後悔は見送ろう。だがこの私に面と向かってそこまで強く意見した人間はお前が初めてだ。お前は面白い男だな。席に座ってるから気分が悪くなったらすぐに行ってね。宿舎に入る前に生活指導の八木先生からお話があります。みんなよく聞いてね。これから諸君らはここで2日間過ごすわけだが、これは遊びではないぞ。これも授業の一環であり、話したいことはまだまだあるが、つまり学
学校を離れたからといって浮かれたりせず規律を守れということだ。以上。ですけど、あまりはしゃぎすぎないようにね。保健のルミ先生をボートに誘う。やっぱ大人の魅力だぜ。お前はその辺のお子様でも誘ってな。起きろ！起きろ！食事の時間だぞ！失礼します。お食事をお持ちしました。どうぞ、取ってください。私これを頼まれたの。
あなたの仲間から。わからないわ。でもあなたに渡すようにって。いいえ。こら、そこ何を話してる。お食事ですよ。いいのよ、差し入れやお手紙はよく頼まれるから。でも、ローバーの目を盗んで中に届け物ができるのは私だけだもの。罪を犯して投獄された人はほとんどいないわ。重い税金が払えないか、体制に反対して捕まった人ばかり。私の父も税金が払えず、この牢に入れられてるの。しっ、滅多なことを大声で言うと、もっとひどい目に遭うわよ。そんな！娘、何をしている？いけない。私もう行くわ。それじゃ、また明日。終了です。
おい、起きろ。お前だ、お前。気の毒にな。ついに処刑の日が決まったそうだぞ。お前も年貢の納め時が来たようだな。今の話は本当なの？偶然聞こえてしまったの。処刑ってどうして？そんなどうにかならないの？そんな大声を出さないで。私に何かできることはないのかしら？もし私がここの鍵を取ってきたら逃げられる？父は昨日牢の中で亡くなったわ。病気で体が弱ってたから。私鍵を取ってくるから今夜のうちに逃げて。外には仲間がいるんでしょ？待っていて。私必ず鍵を持ってくるから。あら、おはよう。遅刻しないでちゃんと来てるのね。感心感心。健康そのものっていう顔色して何言ってんの。皆さん、お待たせ。この前のテストの答案を返します。名前を呼ばれたら取りに来てね。よく真面目に受ける気になるわね。サボろうと思ったけど見つかったのよ。目が覚めた？すごく長い間眠っていたのよ。もう目を覚まさないのかと思ったくらい。これで私もお尋ね者ね。いいえ、私後悔してないわ。だってみんな今日食べるパンもないほど飢えているんですもの。手助けをしたいの。
なければ未来は変わらないわ。
ちょっと、大丈夫？血が出てるわ。ひどい怪我ね。起きて、このままだとここで凍死よ。話は後よ。どこかで温まらないと。病院に行かなくていいの？いいわ、捕まって。私は寒さを感じたことなんてないわ。それもないわ。それとも製造番号のこと？そうよ、気がつかなかったの？ YK75904号が私の名前よ。気がつかないなんておめでたい人間ね。いいわ、名前なんて聞いてもしょうがないもの。分かった相手に礼を言うなんて、あなた変わった人間ね。そうなの。私行くわ。もう戻らなくちゃ。道の真ん中を歩いとるんじゃない！他の通行人の迷惑を考えんか！あっ！とは何事だ！目下の者から先に挨拶せんか！バカモン！
ん、まだ学校に残っていたのか。ゲートはなんだ。さっさと帰りなさい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。なんだお前か。そこで何をしている。ここの方が落ち着くんだ。部屋に一人でいると無性に怖くなる時があってな。おかしいか。そうだろうな。部下から冷酷非情と言われている私が怖いなんてな。いろいろなことだ。戦いも怖いし、自分が大勢の人間の精神を握っているのも怖い。それも怖いものの一つだ。たくさんある。暗い部屋に一人でいると暗がりに誰かいるような気がして落ち着かなかったり。なんだ、なぜ笑う。仕方がなかろう。私のことを化け物だとでも思ってたのか。もういい。お前と話しているとどんどん余計なことを知られてしまいそうだ。ああもう休むことにする。いずれまた話し相手になってくれ。今日で終わりです。それでは、武
しいお休みの前に成績表を配るわね。出席番号の順に取りに来てね。来学期はもう少し頑張ってね。それでは皆さん、事故や病気に気をつけて素敵な休みを過ごしてね。また新学期に会いましょう。
ウキしてきちゃう。あたしちょっとあんず飴買ってくる。すぐ戻ってくるからそこで待ってて。くれたか。違うんだ、今日は個人的なようで。父が亡くなったらしい。私に本国への帰還命令が出た。そうなるだろうな。だが今前線から離れ私を見捨てていくようで心苦しい。そうだろうか。私だけ逃げたと思われるのが何より辛い。そうか、お前にそう言われるとなんだか安心する。私の後継者となるのであればお前だろうな。私一人でやっていける自信がない。怖いんだ。本当は迷惑だと思っているのではないか。私の子守は大変だろう。それでも構わないのか。ありがとう。私を見守って正しく導いてくれ。助けて、お願い。あなた、この前の追われている。
けて。聞かないで。一瞬かくまってくれるだけでいいのよ。難しい顔してるのね。後悔してる？私と関わったこと。ご推察の通りよ。脱走したの。私はどちらにもならないわ。人間のあなたに私たちがどんな扱いを受けているかわかる？地獄よ。労働だけのために私たちを作ったのなら、なぜ感情や思考能力を与えたの？人間は勝手だわ。自分たちのことしか考えてないじゃない。そうね。もしあなたが密告したらね。お願い。この日のために用意した資金があるの。でも警備が厳しくて取りに戻れないわ。頼める人が他にいないのよ。真面目にバイトしてるみたいね。感心じゃない。